はい、どうも中村です。ということでですね、今日は今地下鉄蒲生4丁目の駅前に来ております。で、今日もですね、またいつものようにウーバーイーツやっていこうと思うんですけれども、日付がですね4月2日日曜日、時刻が19時36分となっております。まずはオンラインにしていきましょう。はい、で今日はですね、今その蒲生4丁目に来ておりまして、大阪市城東区ですね、城東区で稼働してみようと思います。まあ、この城東区はね、通りがかるというか、ドロップできたりとか、まあ、通り越えたりすることありますけど、城東区でがっつり稼働したことないんで、ちょっとやってみようかなと思います。はい、なっております。マクドナルド今福泉店で、お届け先も城東区なんで入っております。はい、早速なってくれましたんで、マクドナルド向かいたいと思います。泉屋さんがあるらしいですね。泉屋さんの地下にあるらしいんですけど、多分この、今走ってた道沿いにあるはずなんでちょうどいいんですけど、で今回の動画でですね、ウーバーイーツ系の動画103本目ぐらいかな、まあ、100本超えたんですよね。 あった泉屋、これ泉屋やんな、どっから入るの。とりあえず泉屋に到着したんですけど、入り口がわからない。こっちか。注文がキャンセルされました。なんで。はい、今ですね、泉屋に着いたんですけど、注文がキャンセルされましたと。で、続けて鳴ってますね。続けて鳴ってますけど、これどうしようかな。いやいやいや、取らへん取らへん。これは東淀川区行ってしまいますね。これは取らんときましょう。遠い遠い。これ一番ちょっとね、辛いパターンね。ピック先まで来てキャンセルっていうのが辛い。いや、ちょっとね、気を取り直していきましょう。いきなりキャンセルですからね。ちょっとテンションが一瞬下がりましたけど、まあまあね、頑張りましょう。で、このウーバー系の動画がですね、100本超えまして、まあ、ツーリングの動画とか入れたらもっと出してるんですけど、ウーバー系だけで言うと今103本目ぐらいになるんですかね、これが。で、まあ、100本超えたということでですね、まあ、今までもですね、大阪いろんなところ行ったりとか、まあ、大阪だけじゃなくて奈良、兵庫、和歌山とか行ったりしてましたけれども、まあ、もう一回ね、一から仕切り直してですね、大阪府のですね、市町村、全市町村をね、全制覇、ウーバーイーツでしたいなと思います。それのね、まず第1回目として、これ今、城東区やっております。でですね、大阪の市町村が42、3あってですね、その中でも大阪市と、堺市ですね、大阪市と堺市は区分けがあるんで、区ですね、今も大阪市城東区でやってますけれども、大阪市と堺市は区も1個ずつ行くとして、全部で70何箇所ぐらいになると思うんですよね。それをまあ1個ずつ回って、でただね、ウーバーも全部はねエリアに入ってないんですよね。多分三崎町とか、あと千早赤坂村とか、あの辺はウーバーエリアになってないと思うんで、まあ、その辺りはまあ普通にツーリングで行くかもしれないですけれども、まあ、とりあえずね、大阪府下全域クリアしたいなということで、また一から改めて、カウントしていこうかなと思います。それの1回目、今日は城東区やっております。まあ多分ね、だから70何個あるんで、2年ぐらいはネタ持つと思うんですよね、それやるとね。なので、まあ当分それを、まあ、もちろんね、それだけじゃなくて、普通の、ツーリング動画とか、トーク動画ね、人気のないトーク動画ね、全然再生数が回らないトーク動画もやってるんですけど、ただトーク動画はあれなんですよね、撮るのも編集もめちゃめちゃ楽なんで、まあ、あれもまたね、やるのはやろうと思ってますけど、まあそんな感じでですね、ならないですね。城東区はどうなんでしょうね、まあ、京橋が、ね、あるんで、京橋はなると思うんですけど、京橋、微妙にあれなんですよね、宮古島区と城東区があるんで、城東区縛りでやろうとすると、ちょっと微妙なんですけど、それでいうと、どの辺りで
走ってるといいんですかね。これ今今里筋走ってるんですけど、まあ、今里筋行ったり来たりしておき、あ、なりましたなりました。ちょっと待ってくださいね。ですね、あ、これもダブルですね。ダブルで宮古島かがもう4丁目店。まあでもとりあえず一軒行きましょうか。ダブルですけどね。PPDD のダブルですね。まずは麺つむぎさん、その後に炭火焼肉昭和大衆なんとかさん。はい、ちょっと量をね確認しておきましょうか。あ、全然いけるな。とりあえずですね、麺つむぎさんに向かいたいと思います。これを、U ターン線なんかのかな。よし、ガモー4丁目の駅のあたりですかね、多分ね。これだからあれですよね、この上東区縛りでやるときダブル取らん方がいいんかな、取っていいんかな。取っちゃうとあれですよね、2軒目どこに行くか分かんないんでね。あ、これあれかな、麺つむぎ、さっきねラーメン屋さんめちゃめちゃ並んでるラーメン屋さんあったんですよね、あっこかな、多分そうやな。はい、あ、やっぱそうですね。あの、今並んでないけど一回通った時めちゃめちゃ並んでたんですよね。ここ人気なんかな、麺つむぎさん。はい、到着です。よいしょ、ウバイツです。いい位置、いいです。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、今ですね商品を受け取りまして次のお店に向かいたいと思います。次のお店が昭和大衆ホルモン京橋北店さんですね。今ガモ4丁目の交差点だったんで京橋の駅の近くですかね、もうすぐ近くだと思います。とりあえず向かいたいと思います。この後お届け先がどこかですね。1軒目はね、あの宮古島だと思うんですけど、2軒目がどこになるかですよね。ありましたね、昭和大衆ホルモンさん到着です。あ、ウバイツです。5C35 です。はい、ありがとうございます。はい、今ですね商品を受け取りましてお届けに向かいたいと思います。1軒目のお届け先が宮古島で 1.5 キロですね。で1軒目が、昭和大衆ホルモンさんですか、の、商品を先に届けるようですね。あ、若干ね、あの1軒目の商品がラーメンだったんで心配ではあるものの、まあそんなにね距離遠くないんで大丈夫だと思います。量もね全然少なかったんで大丈夫でしたね。相変わらずね、あのちっちゃいバッグでやってますけれども、もうそろそろね、あの大きいバッグに戻そうかなと思いますけど、そういえばあれですよね、あの前に宮古島来た時になんか充電の、スマホの充電があのどんどんなくなるっていう、あの寒さで何ですか、スマホが冷えてしまって充電ができない状態で多分3軒ぐらいやっても終わったんですかね、前宮古島来た時はね。だからあの改めてまた宮古島来ます言うて全然来てないんですけれども、全然来てなくてね、あの隣の城東区やってますけど、だからまたね宮古島も別で来ますけど、まあだからね、あの改めてね1個ずつ行きますんでね。だから今日はあれですよね、早く城東区に戻らんとこれ宮古島やってる場合じゃないんですよね。あ、ウバイツです。はい、今ですね、1軒目の商品をお渡ししまして、ダブル2軒目の、お宅に向かいたいと思います。もうね、1キロないぐらいですね、900メートルぐらいなんですぐ近くですね、3分ぐらいで着くそうです。なんでこれを配達したらまたあの城東区の方に戻りたいと思います。すいません、お待たせしました。すいません、お待たせしました。ありがとうございます。はい、まずですね、2軒とも商品配達終わりまして、今からまた城東区の方に戻りたいと思います。2軒目の方がですね、若干のピンズレと、あのちょっとバンチが抜けてたんで、まあピンズレになってたんですけど、若干迷いましたね。だからあれですよね、1軒目のピックなんですよね、1軒目のピックで2軒目の配達になっちゃってるんで、ちょっとお時間かかっちゃいましたけど、すいません。今時刻がですね8時40分ですね。はい、なっております。餃子大阪王、大阪王、これ城東区ですね。はい、
極うま餃子大阪王京橋総本店さんですね、向かいたいと思います。京橋の駅の裏側になるのかな。はい、大阪王さん到着です。ウバイツです。003です。はい、ありがとうございます。はい、今ですね、商品受け取りましてお届けに向かいたいと思います。お届け先はですね、もう1キロぐらいですね、城東区ではあるんですけれども、鴨野というところですかね、距離で言ったらもうすぐ近くなんですよね。はい、今ですね、商品をお渡ししまして3軒終わったとこですかね。今時刻がね、9時前ぐらいだと思うんですよね。もうちょっと10時ぐらいまではやろうかなと思います。今一応ですね、また蒲生4丁目の方に戻ってきまして、若干あの宮古島寄りというか、あの京橋寄りだったんで、次はですね、鶴見の方向いてみたいですね。東の方になるんですかね、鶴見方面ちょっと向かっていきたいと思います。はい、なってます。これがですね、城東区なんでちょっと撮りましょうか。あのどこか分かんなかったですけど、おお、もうすぐそこや。あった、もう信号待ちの目の前にありましたね。はい、こちらのお店です。ドバイツです。BD です。山中引っ張りますそばと汁ごはんですかね。あ、そうです。そこ置いてるやつ持っててください。はい、ありがとうございます。はい、今ですね、商品受け取りまして配達に向かいたいと思います。お届け先がですね、今福というところですね。あの1キロないぐらいのところです。多分だから合計でも1キロないですね。店もう店の前で取ったんで、合計でも1キロないぐらいなんで、もうすぐ終わりますね。じゃあこういうのはこういうのでいいっすよね。お待たせしました、ありがとうございます。はい、今ですね、商品をお渡ししまして、次はなってないですね。まあちょっとね、ブラブラ走りましょうか。どの辺までが城東区なんでしょうね。あんまりこの、まあ城東区、隣が旭区、東成区でしたっけ、その辺りはね、全然来たことがないんでね、どうなんでしょうね。この辺りでもちょっと今東に向いて走ってますけれども、この辺りでも店あんのかな。あんまり行くとあれですよね、鶴見、隣が鶴見区になるんですよね。あんまり行くと鶴見区になっちゃうんで、この辺で曲がろうかな。この辺で曲がって、今、あ、でももうこれ交差点が鶴見3ってなってるんで、ここをちょっと曲がりましょうか。これ以上行ったらもう鶴見区ですよね。もしかしたらもうここをもうすでに鶴見区かもしれない。いや、でもそんなことないか、そんな狭ないよな。地下鉄今福鶴見駅、これをちょっと北の方に行ってみましょうか。まあ、やっぱりでも鳴りで言うと多分おそらくあれですよね、その京橋付近が一番鳴るんでしょうけどね。まあ、あの辺でも宮古島になってくるからな、この辺はあんまりどうやろう、店なさそうな感じですね。もうそろそろどっかで左に曲がって、次のとこ曲がって関目の方向かいましょうかね。なかなかならないですね。もうそろそろちょっとなってほしいなって感じなんですけどね。また1号線で、蒲生4丁目の方に戻りましょうか。今9時21分ですね。9時21分で今4軒終わってるんで、
あと1軒行きたいですね、10時までにね。5、6軒行きたいとこやったんですけど、あともう1軒かな、なってくれたらもう1軒、まあ、さっきみたいなショートやったらあと2軒行けますよね。なってくれへんかな。とりあえずこれ曲がってまたガモー4丁目の方向かいましょうか。まあ、だからこの感じですね、この辺をぐるぐる回ってる感じかな。まあ店はねあるんでね、ココイチとかなってくれへんかな。ね、この蒲生4丁目から鶴見行って、鶴見からまた関目の方行って回るという、これをまあちょっとねぐるぐる回りましょうか、しばらくね。はい、なってくれました。よいしょ。あー、これはでもあれやな、旭区っすね。旭区城東区でやろうね。まあスシローでもね、とっても良かったんですけど、ちょっと旭区なんでまたこうね城東区から離れちゃうんで、やめときました。城東区がなってほしい、城東区音だけがなってほしいですね。はい、またね今がもう4丁目戻ってきてるんで、まあもう一周走りましょうか、なるまでね。もうなってほしいな。それかあれですかね、どっかこの辺でも止まって待っといた方が無難にやったりするんかな。まあ待つとしたら多分このガモ4丁目のあたりだと思うんですけど、まあいいや、走っとこう。やっぱちょっとね、ガモ4丁目から離れると、店が多いとこから一瞬離れるとちょっとね、このあたり店少なそうなんですよね。どうしよっかな。だから1号線を行ったり来たりしてるぐらいの方がいいんですかね。1号線沿いはちょこちょこ店ありましたもんね。今日は4月2日ですね。4月2日どうですか皆さん、なってましたか。僕はなって、まあこれなってないというほどじゃないけど、今なってないですね。もうちょっとね、どん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 なってほしいなって感じではありますね。めちゃめちゃ今前後を配達員に囲まれております。配達員さん、まあ多いのは多いですよね、さすがにね。まあみんなこれね、なってるんでしょうかね。なった。はいはいはい、ケンタッキーですね。東淀川区、東淀川区、東淀川区は行かないですね。ちょっと遠いですね、余計離れちゃう。東淀川区ってだから淀川越える感じですもんね。それはやめときましょう、さすがに。ちょうどいいのがなんないっすね。もうあと1軒、あと1軒だけなってほしい。城東コートだけなってほしい、あと1軒だけ。これやばいな。これこのまま終わってしまうパターンかもしれない。やばい。もうここであれですね、今ココイチ通り過ぎたんですけど、ココイチ前で待っとこうかな。てかマクド、あれマクドないんかな。マクド1軒目キャンセルなんか、あれでもあれですね、泉屋のマクドやからもう閉まってますよね。城東区にマクドはどこにあるんでしょうね。はい、またガモ4丁目に戻ってきましたね。もうこの辺で待っとくか。ちょっとね、一旦もうちょっとで10時になるんで、ここでガモ4丁目交差点ですね、この辺で待っときましょう、なるのをね。あと1軒になったらもうそれで終われるんで。よし、ですね、
すき家さんですね。蒲生4丁目店から上徳よっしゃ。撮ります。はい。すき家さんどこにあるの？もう今時刻がですね、9時44分なんで、これ終わったら終わりましょうか。一応新規リクエスト止めときますね。はい。はい、とりあえずですね、すき家さんに向かいたいと思います。向かいたいと思いますっていうかね、もうほんまに、すぐ近くのはずなんですよね。あった、ありました、ありました。はい、到着。おばいつです。9位5です。はい、ありがとうございます。はい、今ですね、商品受け取りまして、お届け先が農園ですね。 1.8 キロで5分6分ぐらいで着くようです。まあちょっと若干あれですよね、もうちょっとこうね、上等区を満喫したかったなっていう気はありますけれども、まあ一応5軒って言っても2軒宮古島やったからな。でもまあまあ、なってない間ぐるぐる回ってはいましたけどね、上等区をね。だから今度から各市区町村をですね、1個ずつ回っていくわけですけど、まあだからといってですね、もう上等区1回やったから来えへんというわけでもないんで、また周りのね、その旭区とか東成区とかもやるんで、どうせ多分ね、今日みたいに旭区やってるけど上等区来たりとかがあると思うんでね、まあまたね、来ましょう上等区。ここもなかなか高架低い、まあ2メートルやったら余裕か、もっと低いとこあるな。でもちょっとこうね、見た目低いですよね、ここね。あ、ウバイツです。あ、またしました、ありがとうございます。はい、今ですね、商品をお渡ししまして、今日の配達はこれで終わりたいと思います。ですね、今時刻が10時、ちょうど10時ぐらいですね。ちょっと結果だけ見ましょうか。ですね、オンライン時間が2時間22分のご乗車で、クエストが多分なんか300円ぐらい入ってると思いますけど、2810円ですね。あ、3時間やってないですね。2時間22分、まあまあ短かったですね。はい、はい、ということでですね、またいろんなところに行ってウーバーイーツの配達しようかなと思っておりますので、ウーバーイーツの配達員にご興味ある方、ウーバーイーツの配達員やってみようかなと思っている方は、ぜひチャンネル登録してご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。